ベガルタ仙台は日本の宮城県仙台市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。1988年総部の東北電力サッカー部が前身であり、1999年に J リーグへ加盟した。ホームタウンは宮城県仙台市。ホームスタジアムはユアテックスタジアム仙台、ユアテックスタジアム仙台である。 練習場は、泉サッカー場及び、泉パークタウンスポーツガーデンサッカー場である。名称の由来となった、仙台七夕祭りで飾られているベガルタ仙台、応援七夕飾りチーム名の、ベガルタは、仙台七夕にちなんで、七夕の織姫と彦星とされる星の名前、ベガとアルタイルを合わせた造語。マスコットは、ベガフトシとルターナ。 1988年総部の東北電力サッカー部が前進。1994年に東北社会人サッカーリーグ及び全国地域サッカーリーグ決勝大会で優勝。1995年よりジャパンフットボールリーグへ昇格。また、1994年10月に運営法人として株式会社東北ハンドレッドを設立し、 クラブ名をブランメル仙台に改称した。1995年に J リーグ巡回員となり、1999年からの J リーグの二部制会士と共に J2 に参加した。なお、商標権の関係から、翌1999年1月より、クラブ名称をブランメル仙台からベガルタ仙台に改称した。また、チームカラーもゴールドへ変更した。 1999年 J2 リーグ戦は前期終了時点で再開となり、前期終了をもって池洋二が総監督を鈴木武一が監督を共に辞任。公認として清水秀彦が監督に就任。なお、最終順位は9位。ナビスコハイは1回戦で広島に敗退。2000年1チーム像の11チームで争われたリーグ戦は、 開幕から5連敗を起死したが、その後巻き返し、最終順位は5位。ナビスコハイは1回戦で、C 大阪に敗退。2001年 FW マルコス、元日本代表 MF、岩本テルオ等が新加入。J2 開始3年目は1チーム増の12チームで、争われ、第1クールを8勝1分2敗で終えると、 以降の3クールで6勝ずつ勝利を挙げ、勝ち点80の3位で最終節を迎える。最終節で京都を破り、前節まで2位の山形が、川崎 F に V ゴール負けしたため、リーグ2位が決まり、東北地方のクラブとして初の J1 昇格が決定した。ナビス後杯は1回戦で、福岡に敗退。2002年この年のチームスローガンはなし。FW 山下良樹。 MF、シルビーニョ、MF、森安をはじめ、DF、小村徳浦が加入。第1ステージは2年連続、J1 年間王者の鹿島に、アウェーで勝利するなど、開幕から5連勝。特に、山下は7試合で5得点を挙げ、J1 得点ランキング2位体の活躍で、日本代表候補に選出された。しかし、 2002フィーファワールドカップ開催によるリーグ戦中断から再開後、第1ステージ残り8試合を1勝7敗。それでも、序盤の貯金でこのステージは9位で終わるも、続く第2ステージでは、わずか4勝で15位に終わった。ナビスコ杯は、グループリーグ3位で敗退。2003年 GK 高くは大二郎、FW 佐藤久佐と DF 根本優一らが新加入。 開幕から4戦無敗と、好調なスタートを切ったが、その後は、負けが混んで、第1ステージは3勝3分9敗の15位。第2ステージも低迷し、9月に、清水秀彦を監督から解任。市原、名古屋で監督を歴任したスロベニア出身のズデンコ、ベルデニックが監督に就任したが、9月27日の、浦和戦で19試合連続未勝利を起死した。 最終節の大分戦に引き分け、年間総合15位となり、j に降格が決定した。ナビスコハイは、グループリーグ3位で敗退。シーズン終了をもって、ジャパンヘルスサミットが、スポンサーから撤退。ユニフォームから、カニトップの名が消える。2004年、ベルデニック体制2年目。1年での J1 復帰を目標に掲げたが、開幕から3連敗。 4戦目でようやく初勝利を挙げるも、その後また3連敗とつまずく。しかし、その後はチームを修正しつつ、若手選手の台頭で盛り返し、J1 昇格争いに絡んだ。しかし、第4クールで、再び失速し、早い段階で昇格争いから脱落。結局、全12チーム中6位に終わった。シーズン終了後、ベルデニックが監督を解任、FW。 佐藤久人が広島へ移籍した、アイリス大山とユニフォームスポンサー契約を締結。また、アイリス大山に代わる背中部分の新スポンサーとして大手出版社、交際堂と契約。2005年元日本代表の津波と文が監督に就任。一時は、全十二チーム中11位にまで後退したが、第2クール以降は持ち直し、 第4クールでは8戦負けなしと調子を上げ、一時は入れ替え戦出場となる3位にまで浮上したが、最終節で福岡に引き分けたことで、甲府に勝ち点で追い抜かれ、4位、入れ替え戦出場を逃した。シーズン終了後、GM の田中隆監督の津波がそれぞれ退任。また、財前のブユキラナナ選手が退団し、ゲームメーカーのシルビーニョも新潟へ移籍した。 2006年ブラジル人のジョエル・サンタナが監督に就任。この年、仙台スタジアムが命名権導入に伴い、ユアテックスタジアム仙台に改称。序盤は、フォーバックサンボランチの日本人8人で守って、新加入のブラジル人トリオの3人でカウンター、という戦術が当たり、第1クール終了時は、自動昇格権の2位につけ、第2クールも好調を維持。 入れ替え戦出場となる3位でリーグ戦前半を折り返す。ところが DF 白井博之が怪我で長期離脱した頃からそれまでの戦術が機能しなくなる。リーグ戦後半となる第3クールでは下位チームには勝てても上位チームには勝てなくなった。同クール終了時には3位との勝ち点差7の4位に交代。その後 MF チアゴネビスの負傷による 戦線離脱も重なり、最終、第4クールでも、浮上のきっかけをつかめず、昇格争いから脱落。5位に終わった。シーズン終了後、サンタナが退任。また、GK、高久は、ベテラン FW、大芝勝友など4選手が、契約期間満了により退団。また、J2 得点王となった、FW ボルジェスが、サンパウロ FC へ期限付き移籍。 期限付き遺跡でプレーしていたシアゴネービスは遺跡期間を延長せず、その一方で MF ロッペスは期限付き遺跡期間を延長した。このほかユニフォームのスポンサーだった交際堂が同年シーズン終了をもって撤退。2007年前年ヘッドコーチを務めたモ月達也が監督に昇格。モ月はヘッドコーチの傍わらサテライトチームの監督を務めた。 また、サンタナが体調不良で欠場した際、一試合のみだが、トップチームの監督代行を務め、勝利を収めていた。山形から MF、長井敦志、トスから GK、シュナイダー淳之介等を獲得。第1クールは、開幕から11戦無敗、第2クールは一時負けが込んだが、3位でリーグ戦前半を折り返す。第三クールに入って失点が増えたことなどから、 6月に、札幌から林拓斗を、7月に、元新潟の MF、ファビーニョを、8月には、柏から DF、岡山一世を、いずれも、期限付き遺跡で獲得。第3クール終盤で戦術を、若干修正。攻撃の手駒を減らし、SBE の攻撃参加を、限定的にすることで、カウンターへの対処と守備の安定化を図った。これが功を奏し、 第3クール終盤以降は、失点が減少。第4クール序盤から中盤では、昇格を争うライバルチームとの直接対決に勝利、したが、第50節の湘南戦と、第51節の京都戦に連敗し、入れ替え戦出場を逃した。最終順位は4位。GK、小針清史上、DF、白井博之東七選手が、シーズン終了をもって対談。 また、ジョニューソン、ロペス、ファビーニョのブラジル人3選手全員もチームを退団。さらに、チーム最多得点を挙げた、FW、バンダイ・ヒロキも、岩田へ完全一席。もちも監督を退任した。なお、交際堂に代わるユニフォームの新スポンサーが決まらず、開幕からしばらくの間は空白のままであったが、8月に NEC 東金とスポンサー契約を締結。 9月から同社のロゴが背番号上部に入れられた。2008年前年、ヘッドコーチを務めた、てくら森誠が監督に就任。また、てくら森誠の双子の弟、ひろしがヘッドコーチに就任。明治大学から GK 関健太郎、筑波大学から MF、三沢淳一が新加入。神戸から元日本代表 FW 平瀬智も柏から MF、 佐藤幸彦、鹿島から FW 田中公平、川崎 F から MF 悲願赤月を、それぞれ完全移籍、東京 V から DF、市柳夢割れ、大分から宮沢製紙、川崎 F から西山 K をそれぞれ期限付き移籍で獲得。期限付き移籍していた FW、中島祐希と DF、岡山一世が、いずれも完全移籍に行こう。GK、 林拓しとも、遺跡期間を延長し、チームに止まった。宮崎県の岡市でのキャンプ中の2月6日に、市柳夢割れ、金子慎治、細川厚也、富田進後の4選手が、酒によって、一般人の車を傷つけるという不祥事を起こした。騒ぎを聞きつけた、手倉森監督が駆けつけ、その場で時段が成立したため被害届けは、 出されなかったが、4選手には3ヶ月の減報が課せられた。第1クール終了時で7勝5分け2敗の3位。第2クール以降は決定力不足が目立つようになり、韓国系リーグで外国人初の年間 MVP を獲得した経験を持つブラジル時にフ W なジソンを獲得。また、京都から MF、斉藤大輔を期限付き遺跡で獲得。第3クールは、 山形に敗れ、9年ぶりとなる、道の下アビーシーズン負け越し。また、これまで無敗であったミトに、初黒星。その後は、第2クールまでいずれも1分一杯と苦しめられた、愛媛、新大阪に連勝。30日に、トスに敗れ、自動昇格が消滅したが、最終節で、草津に勝利し、シーズン3位を確保して、入れ替え戦へ出場。入れ替え戦で、 J1 第16位の岩田と対戦したが、1分いっぱいに終わり、J1 復帰はならなかった。シーズン終了後、岡山、GK、シュナイダー淳之助らが対談。ナジソンは EC ビトーリア、大分から期限付き移籍中だった、宮沢も元のチームへ戻った。クラブスタッフとして、フロント入りしていた前監督の持月も対談。その一方で、 テクラモリは翌年も引き続き指揮を取ることになった。仙台にとっては5年ぶりに監督交代のないシーズンオフとなった。運営会社の株式会社東北ハンドレッドが6月1日付で株式会社ベガルタ仙台へ称号を変更。シーズン終了後、NEC 東京がスポンサーから撤退した。2009年、テクラモリ体制2年目。スローガンとは別に、 完全昇格を目標に掲げた。MF 両友期、関口里志光る、DF、菅井直樹が残留。札幌から期限付き遺跡中の GK、林拓くとも遺跡期間を再延長して残留。前年まで期限付き遺跡であった、DF、市柳夢割 MF、斉藤大輔西山慶は、完全遺跡した。また、山形から GK 桜井茂る。 横浜 FC から DF エリゼウ、神戸から MF、蘇我部慶太、韓国の水原サムスンから元同国代表 DF、僕柱星をそれぞれ完全遺跡で、ブラジルのポンチプレッタからマルセロソアレスを期限付き遺跡で獲得。リーグ戦は第2クール終了時点で20勝6分8敗の2位。最終第3クールは第39節で、 福岡に敗れた以外は無敗をキープ。11月8日に、水戸に勝利して、J1 昇格条件の3位以内が確定。続く第49節では、首位 C 大阪との直接対決に勝利し、入れ替わりで首位に浮上。第51節は、愛媛と引き分けたものの、2位の C 大阪がトスに敗れた、ため、J2 初優勝を果たしたを大きく引き離し、2年連続の j にフェアプレー賞を獲得するとともに、シェアマン特別賞も受賞した。天皇杯では、チーム初のベスト4へ進出。このシーズンは、ユアスタ仙台が、芝の全面張り替え工事のため6月まで使用できず、その間のホームゲームを、宮城スタジアムで開催。春先に、宮下で2敗を期したものの、その後は安定した戦いを見せ、通算で19勝5分2敗。 ホーム23戦無敗という J に新記録を打ち立てた。同じく記録したホーム12連勝も J に新記録。天皇杯も含め、ユアスタ仙台で無敗のままシーズンを終えた。背中部分のスポンサーとして、地元、仙台に本社を構える、種類量販店、山や、パンツ部分のスポンサーとして、安倍かまぼこ店とそれぞれ契約した。シーズン終了後、DF、北に広陵。 6月に完全遺跡で加入した FW サーレス、FW マルセロソアレスらが対談した。2010年、テクラモリ大制3年目、札幌から期限付き遺跡中だった GK、林拓人が完全遺跡に移行。柏から DF、鎌田次郎、トスから MF、高橋義望、前年7月まで岩田に在籍していた大滝通明、大分からフェルナンジーニョが、 それぞれ完全移籍。ブラジルクルゼーロからは、FW レーナルドが、期限付き移籍で新加入した。リーグ戦は、開幕に連勝を皮切りに、第5節では、J1 リーグ3連覇中の鹿島を下すなど好調な、スタートを切った。しかし、続く、第6節で、清水に1の子の大敗を喫すると、第7節では、ホームユアスタ仙台で、神戸に0の1で敗戦。 その後攻撃陣に怪我人が続出した影響もあり、鹿島戦以降未勝利のまま 2010FIFA ワールドカップ開催に伴うリーグ戦中断期間を迎える。W 杯中断期間中、FW レイナルドが対談した一方で、K リーグ、大田七寸より、FW、僕成功を期限付き遺跡で獲得。また、リーグ戦再開後の8月に、FC 東京から FW、 赤峰慎吾を期限付き遺跡で獲得。その後、第20節でリーグ戦15試合ぶりの勝利を挙げると、第30節までの11試合を7勝1分3敗で乗り切り、最後は最終節で J1 残留を決めた。シーズン通算成績は10勝9分15敗の14位。ナビスコハイはグループリーグ A 組を3勝3分けの2位で通過。 初の決勝トーナメント進出を果たした。準々決勝では岩田と対戦したが、1分いっぱいで敗退。天皇杯は、初戦でソニー仙台 FC に敗退。代表関連では5月10日、MF 領有期の南アフリカ W 杯、北朝鮮代表候補へ選出された。しかし、最終登録メンバーには選出されず、仙台所属選手として、 初の W 杯出場は果たせなかった。9月30日には MF 関口里志光の日本代表メンバー選出が発表される。仙台所属選手の日本代表入りは2003年の山下義樹以来3人目であるが仙台でプロキャリアをスタートさせたハエ抜き選手としては初の代表入りとなった。関口は10月8日のアルゼンチン戦で代表デビューを果たした。 5月15日の浦和戦後、仙台の外国籍選手が、浦和サポーターから人種差別的な発言を浴びせられたとして、J リーグが調査を開始。差別発言をしたとされる人物は確認できなかったが、仙台に200万円、浦和に500万円の制裁金が課せられた。シーズン終了後、MF、千葉直樹と FW、平瀬智之が引退。また、GK 萩原達郎。 DF、市柳夢割れ、MF、三沢淳一、長井氏、FW、フェルナンジーニョが、契約期間満了。FW、牧成功は、期限付き遺跡期間満了。DF、エリゼウは、徳島へ完全遺跡のためそれぞれ退団した。2011年、テクラモリ大成4年目。前年引退した、平瀬智之が、チームの第2大アンバサダーに就任。 初代アンバサダーの岩本テルオは退任。選手補強は、京都から、元日本代表 FW、柳沢敦史と DF、角田誠、鹿島から FW、マルキーニョスを、それぞれ完全移籍、FC 東京から MF、松下俊博、鹿島から GK、川又慎一郎を共に期限付き移籍、新外国人選手として、韓国系リーグの城南一話から DF、 総兵局を完全移籍、ブラジルイパチンガ FC から MFMAX を期限付き移籍でそれぞれ獲得。ソニー仙台へ期限付き移籍していた FW 大久保剛が4シーズンぶりにチームへ復帰し、FC 東京から期限付き移籍中だった FW 赤峰慎吾完全移籍で獲得。ホーム開幕を翌日に控えた3月11日、 東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故が発生。これによりリーグ戦、ナビスコハイが中断。チームも活動を停止。外国籍選手が一時帰国したほか、下部組織選手や MF、関口里志光などが避難所生活を強いられることとなった。その間に行われた震災チャリティマッチ、日本代表 VSJ リーグ選抜に関口と、 MF 両遊機が出場。チームでは練習時間外に監督、選手、スタッフでボランティア活動を行うなど被災地のために動いた。なお、中断期間中の4月9日にマルキーニョスが対談した。4月23日のリーグ再開初戦の川崎戦で2の1と逆転で今シーズン初勝利を挙げる。続くホーム開幕戦で裏を1の0で下し、 公式戦での和戦初勝利を記録。以後、6月26日のアウェー清水戦に0の1で、敗れるまで開幕から12試合を6勝6分の無敗でキープした。その後、京都からディエゴをレンタル遺跡で獲得。また、8月20日に名古屋戦に勝利し、公式戦での名古屋戦初勝利を記録。10月2日の c 大阪戦での勝利で、 リーグ戦6試合を残し J1 残留が確定。最終成績は14勝14分6敗で、順位も過去最高の4位となった。なお、失点数は2位の名古屋を11下回る25、失点でリーグトップ、先制した試合では無敗であった。ナビスコ杯は2回戦で前回大会優勝の岩田に1分1敗で敗退。天皇杯は四回戦で、新大阪に、 PK 戦の末敗れた。シーズン終了後、DF、細川敦也が、契約満了、GK 川又新一郎、MFMAX、FW ディエゴが、レンタル遺跡期間満了につき対談、DF、総兵局が岩田へ、FW、大久保剛が、JFL のソニー仙台へ完全移籍、MF、高橋ぞみがトスへ、DF、島川敏郎が、東京 V へ、FW、 中島祐希が山形へ期限付き移籍した。また、横浜 FC へ期限付き移籍している、関健太郎の移籍期間も延長された。10月14日、株式会社ベガルタ仙台が、キューブしていた東京電力女子サッカー部マリーゼの受け皿として、新たに、ベガルタ仙台レディースを発足させた。仙台 L は、翌年からの日本女子、サッカーリーグ2部への参加が決まった。 2012年、テクラ森大制5年目。甲府から内山俊彦、新大阪から、上本大会、中国スーパーリーグ、先生田から坂江から FW ウィルソン、ブラジルパルメイラスから MF 作公にを獲得。FC 東京から期限付き移籍中だった、MF、松下俊博が完全移籍へ移行した。新人選手では、森岡商業高校から MF、藤村啓太、 仙台大学から MF、奥野博明が加入。仙台ユースから MF、越後裕太が昇格した。開幕直後には前年途中に横浜 FM を対談していた GK、安倍洋介が加入した。開幕から9試合負けなしで、早い段階から首位をキープし、第2節から第17節終了時まで首位をキープした。中盤まではウィルソンの加入で向上した。 攻撃力と昨年から引き継ぐ、剣手のバランスも良く、広島と優勝争いを繰り広げたが、第18節で名古屋に引き分けたことで、同節勝利した広島に首位を明け渡し、後半戦は第20節、第24節各終了時にこそ首位に立ったものの、いずれも直後の試合で敗れ再び首位に立った広島を追う展開となる。自慢の剣手が崩壊し、 リードを奪いながらも終盤に失点し、勝ちきれない試合も増えるようになった。第29節終了時には、一旦主位の広島に、勝ち点で並び得失点差で2位という状況まで、追いすがったものの、その後最終5試合で3分2敗と一勝もできず、優勝争いから脱落、第33節終了時に、広島の優勝決定を許す形となった。それでも11月17日の、 第32節で3位以上が確定し、AFC チャンピオンズリーグ2013の出場権を獲得。最終成績は15勝12分7敗の2位となり、一度も3位以下に落ちることなくシーズンを終えた。総得点は59とリーグ3位であったが、半弁総失点は43と、昨年と比較して大幅に悪化した。J リーグアウォーズでは、 優勝の広島と並ぶ8名が優秀選手賞に選ばれ、その中からウィルソンがクラブ初のベストイレブンを獲得した。ナビスコハイはグループリーグ A 組を4勝2敗の2位で通過したが、準々決勝で FC 東京に一分に一敗で敗退。天皇杯は3回戦で、熊本に延長戦の末敗れた。シーズン終了後、DF、僕柱聖、DF、 内山敏彦、MF 昨公2が契約満了に伴い対談。このほか、MF、関口聡光が、浦和、GK、安倍洋介が金沢へ完全移籍。DEF、原田圭介が、栃木 SC へ期限付き移籍した。また、山形に期限付き移籍中だった FW 中島、勇気、鳥栖に期限付き移籍中だった、MF、 高橋義のぞみも、それぞれ完全遺跡に行こうとなった。2013年、テクラ森大成6年目。草津から、MF ヘベルチ、東京 V から DF、和田拓也、新潟から DF、石川直樹、G 大阪から MF、佐々木隼人を完全遺跡で、スポルチレシフェから MFG を5を、レンタル遺跡で獲得。昨年途中に特別指定選手として登録された。 仙台大学の DF、八塚孝二が加入。また、東京 V に期限付き移籍していた DF、島川敏郎、横浜 FC に期限付き移籍していた GK、関健太郎がそれぞれ復帰。シーズン開幕後、GK、石川聡が S 仙台、DF、島川敏郎が、秋田、MF、奥野博明が長崎へそれぞれ期限付き移籍。DF、 和田拓也が大宮へ完全一席。広島から DF 石川大徳が期限付き一席で加入した。リーグ戦は ACL 出場に伴う過密日程や怪我人の続出、得点力不足などもあり2011年2012年ほどの目覚ましい成績は残せず、J1 残留決定後の終盤は1分け4敗と息切れし、通算成績は11勝12分け11敗の13位に、 終わった。なお J1 在籍シーズンでは、初となる、フェアプレー賞を受賞した。初出場した ACL は勝ちを計算できたはずの、ブリーラムユナイテッドにに分けする失態を演じて、しまったのがたたり、グループリーグを1勝3分2敗で敗退。ナビスコハイは、ACL 出場により、予選リーグ免除となり、準々決勝からの出場となったが、その準々決勝で、川崎に2敗し、 敗退となった。天皇杯は2009年以来となるベスト8入り。10月10日、テクラ森監督が2014年より2016年、リオデジャネイロゴリン出場を目指す U-21、男子日本代表監督に就任することが決定したため、2013年シーズン終了をもって退任することを発表。シーズン終了後、MF、ヘベルチが契約満了。 MF ジオンゴが、レンタル遺跡期間満了に伴いそれぞれ対談。GK、林拓人が、広島、MF、松下俊弘が、横浜 FC、MF、田村直也が、東京 V、MF、越後裕太が森を変え、それぞれ完全遺跡。秋田駅元き遺跡の DF、島川敏郎が完全遺跡へ移行こう。DF、原田圭介が町田へ、GK、 石川聡都が秋田へ期限付き移籍、長崎へ期限付き移籍した MF 奥野博明は移籍期間を延長した。2014年新監督にオーストラリア出身のグラハム・アーノルドが就任。昨年途中に特別指定選手として登録された、阪南大学の DF、二見博史、中央大学から GK シミット・ダニエル、駒沢大学から FW、山本大輝が加入。 G 大阪から MF、竹板くなり、大宮から MF、鈴木忠史郎を、それぞれ完全移籍、セントラルコーストから MF マグリンチー、清水から MF、八ッ田公平をそれぞれ期限付き移籍で獲得。広島から期限付き移籍中の DF 石川大徳は、移籍期間を延長して残留した。シーズン開幕後、パースから GK、ブコビッチを期限付き移籍で獲得。 しかし、約3ヶ月で契約を解除し、パースに復帰。MF、マグリンチーもシーズン途中で契約を解除した。また、GK シュミットダニエルが4月20日から1ヶ月間、熊本へ、育成型期限付き移籍。FW、山本大輝も、松本へ、育成型期限付き移籍した。W ハイ開催に伴う中断期間中に、ルーツイックから、 MF ハモンロペスを完全遺跡で獲得さらに前半戦折り返し後大宮から DF 村上和弘を期限付き遺跡で鹿島から MF 野沢拓也を完全遺跡で獲得したチームは開幕からナビス後輩を含めた公式戦8戦未勝利と不振に陥り4月9日アーノルド監督が退任リーグ戦の成績は 零勝2分4敗得失点差マイナス11の17位だった。公認監督にヘッドコーチの渡辺進が就任。暫定11位まで順位を押し上げ、リーグ戦4連勝で、リーグ戦中断期間を迎えた。夏場に5連敗を喫するなどの苦戦を強いられるも、辛くも J1 残留権に踏みとどまり、第33節、徳島戦勝利で、J1 残留を決めた。 最終成績は9勝11分14敗の勝ち点38で14位。なお、渡辺監督就任後のリーグ戦成績は9勝9分10敗、得失点差マイナス4。ナビスコ杯は予選リーグ1勝1分4敗で敗退。天皇杯は初戦で関西リーグ所属、奈良クラブに敗れ、敗退した。シーズン終了後、FW 柳沢ぎし、 町田に期限付き移籍していた DF 原田圭介がそれぞれ引退。DF 鈴木のりおが契約満了により MF 八端田浩平と DF 石川大徳がレンタル移籍期間満了によりそれぞれ退団。FW 武藤祐樹が浦和 DF 角田誠が川崎 DF 渡辺広次大が山形 FW 赤嶺慎吾が G 大阪。 MF、大滝つ明きが、岩田、FW、中原隆行が、福岡、GK、桜井しゅが、栃木 SC、MF、佐々木隼人が京都へ、それぞれ完全移籍。また、佐藤洋平 GK コーチが、U-15 日本代表 GK コーチ就任のため、退任した。2015年、渡辺大成2年目。昨年途中より特別指定選手として、 登録されていたユースの MF、モテギ春優が昇格。富山第一高から FW、西村拓心、韓国、光雲台大から MF、キム・ミンテがそれぞれ加入。長崎から MF、奥野博明、秋田から GK 石川聡、松本から FW、山本大輝がそれぞれ期限付き遺跡から復帰。昨年途中より加入した DF、 村上和弘が完全遺跡へ行こう。松本から DF、田原史と、横浜 FM から GK 六端、有事、岩田から FW 金絵に映画神戸から MF、杉浦京平、柏から DF、渡辺博文、大宮から MF、金久保淳、ブラジルカンブリウ FC から DF、フェリペを、それぞれ完全遺跡で獲得。フェリペは獲得と同時に、 栃木 SC へ期限付き移籍となった。シーズン途中の6月に GK シュミットダニエルが熊本へ、7月に MF、モテギ春優が金沢へ、それぞれ期限付き移籍。このシーズンより J1 リーグ戦は2ステージ制での開催。第1ステージは開幕5試合を2勝3分と、好調なスタートを切ったものの、その後5連敗。 さらに FW ウィルソンらが怪我で離脱する状況にも直面したが、6勝5分6敗、特殊点差プラス7の7位。続く、第2ステージは3連敗を3度喫するな独占を強いられ、3勝3分11敗、特殊点差マイナス11の16位に終わるも第1、ステージの貯金が効く形となり、年間総合14位。J1 残留を果たした。ナビスコは、 グループリーグ一勝2分3敗の再位で敗退。天皇杯は2年ぶりのベスト8進出を果たした。シーズン終了後、村上が現役を引退。上本大会が、長崎、山本と竹井田くなりが、松本、鎌田二郎が柏、多々らが千葉へ、それぞれ完全移籍熊本へ期限付き移籍していたシュミットは、松本へ期限付き移籍した。2016年、 渡辺大成3年目。ユースから小島正也と、佐々木匠が昇格。青森山田高から常田勝人、私立船橋港から椎橋里しなり、明治大から佐々波友人が新加入。タクラブからは、千葉から大岩和高と、水野明治を完全遺跡、清水から平岡康弘、FC 東京から三田景気を期限付き遺跡で獲得。金沢へ期限付き遺跡していた。 モテギシュンユーが復帰。セカンドステージ開幕後の7月、DF、二見広志が清水へ完全一席。また、同月に、ブラジルのアトレチコミネイロから、パブロジオ号期限付き移籍で獲得した。J1 リーグ戦、第1ステージは序盤に4連敗を喫するなど苦戦を強いられ、第10節終了時点で降格圏となる17位にまで沈んだものの、 その後は4連勝するなどの巻き返しを見せ、通算7勝2分8敗、特殊点差マイナス5の10位。第2ステージも第1ステージ同様に調子の波が、大きい戦いぶりが続くが、第14節の突戦に勝利して、J1 残留が確定。同ステージは、通算6勝2分9敗、特殊点差マイナス4の12位で、年間成績は13勝4分17敗。 特殊点差マイナス9の12位。ナビスコハイは最初の4試合を無敗、首位を走ったものの残りの2試合を連敗。この連敗が響き、結局7チーム中5位でグループステージ敗退となった。天皇杯は J3 の森岡に敗れ、初戦敗退。なお、セカンドステージ第14節突戦でハモンドペスがハットトリックを達成。 J1 のリーグ戦では、クラブ史上初となった。シーズン終了後、水野が、トス、ウィルソンが、コーフ、渡辺博文が、神戸、キム・ミンテと金園英学が、札幌、杉浦京平が、金沢、六端雄二が、清水、ハモン・ロペスが、柏へそれぞれ完全一席した。2017年チームスローガン、リー・ストロングを越せ、未来を、渡辺大勢4年目。 法政大からイト・カツヤが新加入。FC 東京から平山壮太が完全移籍、柏からゾウ、島達也、浦和から石原直樹、川崎から中野義美大、ポルトガル SC ブラガからクリスランがそれぞれ期限付き移籍加入。松本へ期限付き移籍していたシュミットダニエルが復帰。また、前年に期限付き移籍で仙台へ加入した三宅駅と、 平岡康弘が共に完全に移籍に行こう。シーズン開幕直後の3月に、中東高校の犬を獲得、リーグ戦中断期間の7月には、名古屋から古林翔太が、期限付き移籍で加入した一方、石川直樹が札幌へ完全移籍した。3シーズンぶりに1ステージ制に戻った、J1 リーグ戦は、第3節の神戸戦で、 東日本大震災の発生後初めて3月11日に試合が開催された。また、翌週の同月18日に行われた第4節、柏戦で J1 通算100勝を達成。シーズン通して、甲府調の波が大きかったが、最終成績は11勝8分15敗の勝ち点41で12位。ルヴァンハイはグループステージ第1節の FC 東京戦で0から、 6の大敗を喫するも、その後4勝1分けと立て直し、A 組1位でノックアウトステージに進出。ノックアウトステージ、準々決勝では鹿島と対戦し、1勝1敗も2戦合計スコアで上回り、チーム初のベスト4進出を果たす。準決勝では川崎と対戦。ホームでの第1戦を3から2で勝利するも、 続くアウェーでの第2戦を1から3で落とし、2戦合計4から5で敗退。決勝進出はならなかった。なお、西村拓心が、同大会のニューヒーロー賞を獲得した。天皇杯は2回戦で、筑波大学 2, 2の3で敗れ、前年に続き初戦敗退となった。シーズン終了後、石川佐氏が、栃木、三田賀神戸へ、それぞれ完全移籍。この 増島とクリスランが期限付き移籍期間満了、ビニシウスと野沢拓也が共に契約満了となり対談。また、小島雅也が町田、藤村慶太が金沢へそれぞれ期限付き移籍。森岡へ期限付き移籍していた、佐々木友人が富山、徳島へ期限付き移籍していた、佐々木匠美が佐抜へそれぞれ期限付き移籍。2018年チームスローガン。 B.E. ストロングを越せ、真の力を、渡辺大成5年目。流通経済大から、ジャーメイン寮が新加入。G. 大阪から金正也、新潟から川並五郎、岐阜から庄治越大、韓国、ウルサン現代から安倍田久保が、それぞれ完全遺跡で、川崎から板倉博氏が、期限付き遺跡で加入した。また、 前年に期限付き遺跡で加入した、野津田武人が遺跡期間を延長し、中野義美大、古林翔太、石原直樹がそれぞれ完全遺跡に移行した。一方で、同シーズンの契約更新が発表されていた平山聡太がキャンプイン後に現役引退を表明し、対談 EC、ビトリアからラファエルソンを期限付き遺跡で獲得。4月10日には昨季まで、 新大阪に在籍していた関口里志光が6シーズンぶりにチームに復帰。6月25日には新大阪から矢島真也、7月9日には神戸からハーフナーマイクが共に期限付き遺跡でそれぞれ加入。9月11日には前々年まで在籍していたハモンロペスが完全遺跡で復帰。その一方で6月11日にはモテンギ春ゆうがみと 7月14日には、庄司が、京都へそれぞれ期限付き移籍。7月24日には、金久保淳が、京都。9月1日には、西村拓心が、ロシアの PFC チェスカモスクワへ、それぞれ完全移籍。J1 リーグは、開幕後試合を無敗と最先良いスタートを見せる。その後は、勝ったり負けたりの繰り返し。終盤になり失速するが、それでも、 最終的には13勝6分15敗の11位で J1 残留。ルバァン杯はグループステージを3勝2分1敗の勝ち点11、特殊点差プラス4で2年連続の1位通過。プレイオフステージで湘南と対戦し1勝1敗となるも、2戦合計スコア3から4で敗退。天皇杯はクラブ史上初の決勝へ進出。シーズン終了後、 16年間チームに在籍し続けた、菅井直樹が引退。この他、古林が、湘南、中野が札幌へ、それぞれ完全移籍期限付き移籍で加入していたハーフナー、野ツデ矢島、板倉、ラファエルソンがそれぞれ期間満了で退団。また仙台から、タクラブへ期限付き移籍中の生時、藤村啓太、しげが完全移籍に移行し正式に退団。 富山へ期限付き移籍していた、佐々木友人も契約満了により退団。言うが福島へ期限付き移籍した。また、町田へ期限付き移籍していた、小島雅也が、金沢、佐抜へ期限付き移籍していた、佐々木匠が山口へそれぞれ、育成型期限付き移籍した。2019年チームスローガン、レベルーシオン、渡辺大成6年目。桐生第一項から田中渡る。 成立学園校からてるや人が新加入。このほか、長崎から飯尾龍太郎、札幌から兵道信号、神戸から松下慶喜、松本から石原隆史長、甲府から道、淵良平、G 大阪から神戸へ期限付き移籍していた長沢俊、前年までアルアハリ SC でプレーしていたモザンビーク代表の島尾まてが完全移籍、横浜 FM から、 予習会夏が期限付き遺跡でそれぞれ加入。シーズン中の6月28日にはディバールフジャイラからジオゴアコスタ、7月2日にはシロンスクブロズワフからヤクブスービーク、7月25日には札幌から中原翔吾が完全遺跡でそれぞれ加入し、7月18日には日本代表としても活躍するようになった。 シュミット・ダニエルが新トトロイ VV へ完全一席。J1 リーグは選手の大幅な入れ替わりもあって、第4、5、13節終了時は最下位に沈むが、システムを4バックに、ついで検守速攻の戦術に変更すると、3バック時に適正ポジションが見つからなかった、シマウマがセンターバックに定着し、左サイドバックの A と勝也がアシストを量産するなどして復調。 最終的には12勝5分17敗の11位で J1 残留。ルバンンイはグループステージを3勝3分0敗の勝ち点12、得失点差プラス4で3年連続の1位通過。プレイオフステージで名古屋と対戦し勝1敗となるも2戦合計スコア1から2で敗退。天皇杯はラウンド16でテクラ森誠監督率いる長崎に敗れた。 シーズン終了後、渡辺監督が退任。選手では16年間在籍し続けた、両友樹が、とす、主将の大岩和孝及び石原直樹が、湘南、英戸勝也が、鹿島、安倍拓馬が、琉球、金沢へ期限付き移籍していた、小島正也が群馬へ、それぞれ完全移籍。横浜 FM からの期限付き移籍でプレーしていた、吉尾は、町田へ期限付き移籍。 ジオゴア・コスタとハモン・ロペスも契約満了により退団した。2020年チームスローガン、熱血リンクツー・ザ・フューチャー前年まで山形を指揮していた小山隆行が新監督に就任。選手ではユースから小型広芝が昇格。この他、広島から地元、仙台出身の吉野京平、ボタフォゴ SP からパラ、トスからスペイン出身のイサッククエンカ。 名古屋から赤崎周平、水戸から浜崎拓馬が、それぞれ完全遺跡、ビトーリア SC からアレクサンドレゲです。c o 大阪から山田広人、FC 東京から前年、山形でプレーしていた、竜高広がそれぞれ期限付き遺跡で新加入。また、山口へ期限付き遺跡していた、佐々木拓海と福島へ期限付き遺跡していたいうのが、復帰。 リーグ戦では17試合連続未勝利を喫すると、シーズンを通して苦戦。終盤にやや巻き返しがあったたものの、最終的には6勝10分18敗と J1 に復帰した2010年以降では最低の17位と、本来は J2 降格だったが、新型コロナウイルス感染症流行に伴って、降格なしという特別レギュレーションにより残留。6勝はすべてアウェーで挙げたもので、 ホームでは一生も上げることができなかった。10月20日、同、不治療兵が交際女性とのトラブルにより9月に逮捕されていたと報じられ、事実関係を確認した上で契約を解除した。また、新型コロナウイルスの影響による大幅な減収により、債務超過に陥る見込みとなった。これを受けて、緊急募金を実施していたが、 道淵の契約解除により募金は中断された。シーズン終了をもって、小山は、監督を退任。ブランメル、仙台時代の1998年、同じ宮城県、多賀城市を本拠とする社会人、チームソニー仙台 FC が、ジャパンフットボールリーグに昇格し、事実上仙台を拠点とするチームが2チーム参加する、形となった。 そのため新聞や雑誌などの記事で掲載するチーム略語を区別するため B 仙台としたものもあったがソニー仙台 FC が実業団チームであることでソニーと表記した新聞社もありその場合は従前の仙台の地名だけの表示もあった最多得点試合最多失点試合最多連勝最多連敗通算最多試合出場通算最多得点 シーズン最多得点ハットトリック、最多入場者数試合最小入場者数試合宮城、スタジアム J リーグ加盟以降は、ユアテックスタジアム仙台をホームスタジアムとしているが、Q&A スタジアム宮城でも不定期にホームゲームを開催する。2009年は1月から6月にかけて、ユアスタで芝の全面張り替え工事が行われたため、その間のホームゲームを宮スタで11試合、 福島県営東陸上競技場で一試合を開催した時代に岩手県で開催経験がある。また、2011年3月の東日本大震災に伴って岩タ仙台が大きな被害を受け、宮タは救援拠点として使用されることになった。岩タの損傷は使用可能の範囲とされたため、当初グースタで開催が予定されていた4月29日の浦和戦は、 ユアスタに会場が変更された。U-15 ユアテックスタジアム仙台で行われるリーグ戦では、左側のゴール裏スタンドからバックスタンドの一部にわたる部分がサポーター自由席と称されており、ここをメインに応援が行われている。特にゲート入り口から最前列までのスタンド部分に熱心なサポーターが集まっている。なお、この席では、 チームカラーである黄色の服を着用するのが暗黙のルールとされている。コールリーダーはサポーター自由席のバックスタンド側に位置し、選挙によって応援指示を行う。コールリーダーのいる位置にはサポーター有志によって設置されたマイクがあり、コール裏スタンド中央部に設置されているスピーカーに音声が出るようになっている。これによって音声のズレが生じることなく、 サポーター自由席での一体感のある応援を行うことが可能となる。ユアテックスタジアム仙台は観客席すべてに屋根がかかっている構造になっており、声が屋根に反響する効果がある。メガホンなどの鳴り物グッズを使ってしまうと屋根によって声援が書き消されてしまうため、応援時のメガホン仕様が禁止されている。また、ベガルタ仙台のグッズのラインナップにもメガホンが用意されていない。 J2 初期の頃はメガホンも販売されていたが、上記の理由からサポーターが運営会社に販売中止を申し入れている。チームに対してのものと現役選手に対してのものに関しては、河北新報社が運営するベガルタモバイルにて着信メロディとして用意されている。ダウンロードは月に3曲のみ可能。ただし、一部の曲は含まれない。この他にも太鼓のリズムのみのものもある。 現役選手対談選手宮城の地上保護局の中継スタイルベガルダ仙台の決算は次の通り。出展、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010。金額の単位、100万円人件費は事業費に含まれる。出展、各年度の J クラブ決算一覧。二千十一、二千十二、二千十三。 2014、2015、金額の単位、100万円出店、各年度の J クラブ決算一覧。2016、金額の単位、100万円出店、各年度の J クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、金額の単位、 100万円、ありがとうございます。